はい、かわいかね。結構ね、おとなしそうでね。この表情もね、結構好きで、結構可愛く見えるんですけどね。やっぱりね、このジュアッグにはね、負けますよね。どうも、彼女の隣で堂々とビプラを作るザボリーマンです。今回は、寿屋さんから出ているアルスギアアイギス、愛川愛華。仁愛。ごめんなさい。ちょっと弱いんですよ、ビプラ少しね。申し訳ない。楽しく作ろうと思います。よろしくお願いいたします。お値段はね、税込み8140円になります。8140円？これこんな高いの？ガンプラ慣れしてるんでね、こんなに高い。楽しく作りたいと思います。いい値段しますね、本当に、寿屋のキットは。ガンプラがちょっと安すぎるだけなんですけどね。なんか、アリスギアアイギスっていうものとね、それが何かしらもね、あんま僕知らないんですけども、ごめんなさい、今日再販のガンプラ取り行ったんですよ、受枠。受枠取り行ったらね、もう完全に予約してたの忘れてて、お会計に含まれておりました。はい、せっかく買ったんでね、作っていきたいと思います。可愛いじゃない、顔。あら、可愛いじゃない。で、これね、今日ね、一緒にね、新商品でフレームアームズがあるドゥルガーっていうのもね、並んでてね、これどうしようかな、買おうかなって迷ってやめたんですよ。で、後で見たら、これが、ティーバッグだったんですよ。このケツのラインがたまらんでね、ちょっとね、さっきね、電話して在庫があるか確認して取っといてもらいました。また後日ティーバッグ作ろうと思います。はい。出費が痛い。さあ、開けていきましょう。いざ参ろう。オープン。ええな、これ、やべえな、ランナー量。はい、開けます。1、2、3。はい、ランナーはね、これくん、硬いな。これ大変だわ。はい、全部タグをつけました。パーツ数がね、いやー、寿屋ですね。大量にありますね、やっぱり。で、細かいパーツが多くてね、ちょっとね、作業スペースは説明書がね、ちょっと置けないので、あと、はい、こちら、もぎもぎフルーツございます。懐かしいですね。もぎもぎフルーツ、こんなんでしたよね。椅子の上にも置いてみました。ランナースはね、全部でこんなぐらいになっております。あとね、こんな感じでもうね、色分けがされている部分があります。塗装がされているという表現が正しいのかな。こんな感じでね、ケツかな。ケツでしょうね、多分。ケツをね、ちゃんと塗り分けるというね、さすが変態企業ですね。あとね、担保印刷がね、やっぱりね、寿屋はね、綺麗なんですよ。すごい綺麗ですよ。一応表情は3種類ございます。あとデカールもね、ちゃんとついてます。2種類デカールもついてます。これはね、髪の毛見たらわかる。可愛いやつだわ。ね、バンダイと違ってね、パーツがね、細かいんですよね。でもはい、顔入ります。顔入ります。前髪つけて、顔面が完成になります。やっぱりね、寿屋の顔は可愛いね。いや、センスあるよ。やっぱビプラはね、寿屋なんだよね。高い金出して買う理由が本当にわかる。表情もね、なんか豊かですよね、本当に。いや、これハマるわ、おっさんが。胴体にね、塗装済みのパーツが2箇所使用されます。太ももができたんで差し込んでいきたいと思います。これがさっき作ったボディのパーツになります。ここら辺もね、塗装済みパーツになります。塗装済みパーツが付いてるのが便利ですね。バンダイじゃなかなかないんで、新鮮ですね、やっぱり。はい、下半身ができました。ここの部分がね、少しね、遊びがあるかなという風な作りになっています。やっと胴体が完成しました。やっぱりね、寿屋のキットはパーツが細かくてちょっと時間かかりますね。またミスってんじゃんけよ。ミス多すぎだろ。違和感解消。腕が完成しました。これがね、右腕になります。ここに合わせ目が出るぐらいですね、目立つのは。それ以外はね、すごく綺麗にできてると思います。一応可動範囲もね、ここら辺まで、肘を曲げることができます。マジで細かいパーツが。はい、両腕できました。華奢ですね。やっぱデザインがね、やっぱ寿屋はセンスがええですよ。ちょっとね、久しぶりに作ってたんで、最初ね、ちょっと苦戦してたんですけど、やっぱりね、だんだん作ってたら慣れてきますね。いやー、やっとですよ。やっと素体の方は完成しましたよ。くっつけていきたいと思います。足からいきましょうか。いやー、ね、あれですね。達成感がありますね。結構作るの大変なんで。追加ブースをつけないといけないんで。結構これからなんですよね。いいよ。この首周りあんま好きじゃないな。あ、意外に足が長い。30のおっさんが作るよ。顔はね、可愛いですね。普通に可愛いんですよね。塗装したくなってきますね。これを見てたら。足はね、特に気になる部分はないかなと思います。ちょっとここね、合わせ目がくっきり出ちゃいますね。ここら辺とか。あと太ももの内側ですかね。ここも合わせ目が出ちゃいますね。で、これ足パーツ逆じゃね？やっぱこっちでしたわ。ごめんなさい。足パーツ逆でした。なんか違和感あると思ったらこうでしたわ。愛かわいかね。結構ね、おとなしそうでね。この表情もね、結構好きで、結構可愛く見えるんですけどね。やっぱりね、このジュアッグにはね、負けますよね。キュートですよ、このお花。このお花はキュートですよ。なんかね、ジュアッグとビプラ並べるのもいいですね。アクセサリーを装着した状態ですね。はい。こんな感じになります。基本的にね、髪型もあんま変わらないんで、ここがついただけなんでね、若干イメージが変わるかなというぐらいです。背中の武装をくっつけるのはクリアパーツになってるみたいです。クリアパーツでね、背中から浮かせているように見せるような作りになっているみたいです。で、ここにね、さっき作ったんですけれども、追加のパーツですね。これでね、背中にくっつけるような作りになっているみたいです。はい、腕もね、追加装甲をつけたバージョンだとこんな感じになっています。はい、足が完成しました。ボトムスギアっていう風にね、言うみたいです。で、台座はね、こんな感じで、ね、取り付けれるようになってます。はい、ちょっとね、足を取り付けてみました。こんな感じになっております。なんかね、何なんだろう。馬とか牛のひづめみたいな足になってますね。普通のね、人型のモードの方が僕は、好みですね。ちょっと、ここら辺はいいんだけどね、足があんまりね、好きじゃないな。おー、ちょっと降りてくれよ、そこ。痛い。降りて？なんでそんな怒ってんの？そこ座りたいの？痛い、痛い、痛い、痛い。爪長い。なんか気悪いな、お前今日。どうした？降りてくれよー、降りてくれよー。よしよしよし、降りてくれ。お前。お前寝る？もしかして。それありえんだろう。まあ、そこで寝るの？え、ちょっとパーツ思いっきり踏んどるやんけ。え、寝るの？マジでちょっと移動させるよ、それなら。パーツを取らしておくれ、これとかね。ね、これね。で、あんたケツの下にランナーが埋まっとるが、ランナーがね。で、下に、思いっきりお前下に埋まっとるやんけ、これ。ごめんね。はい、武装をね、作っております。武装がね、結構斬新なデザインをしております。これは一体何なんだろうね。何の武装なんかよくわかんないですけど、武装が完成しました。なんかわけのわからない不思議なね、この丸いものを持っているらしいんで、これをね、作っていきたいと思います。なんかこれを手に持たせる。みたいです。はい、完成しました。結構ね、付属品がたくさんあります。ハンドパーツはね、これ全部一応切り出して取っておこうかと思います。結構ね、種類があります。あとね、顔パーツは後でちょっとつけてね、見ていきたいと思います。これがね、この近くを飛んでるやつになってますね。デカール貼らないと何もない状況になってしまいます。で、はい、武装になります。これ名前もわかんないですけどね、ごめんなさい。武装になります。で、あとね、持たせるハンドガンになります。はい。じゃあね、細かく見ていきましょう。で、一通りは見ていったんですけどね、ハンドガンまた持たせてなかったんで、これね、ちょっと持たせてみたいと思います。うまく持たせられる。ああね。気持ちではこんな感じになります。ちょっと持たせ方がね、いい感じですね。おー、なんかね、作るの大変だなーって終始思ってたんですけど、やっぱこうやってできたらね、いいもんですね。はい、ちょっとね、頑張ってポージングをつけてみました。表情パーツもね、少し変えてみました。なんかね、やっぱりね、ビプラってポージングつけるのは結構難しいですけど、まあでもね、元の素材がいいんで、普通に可愛くできちゃうもんですね。ちょっと作るのは大変なんですけれども、やっぱね、キットの作りがいいなというふうに思いました。またね、次はね、フレームアームズガールも変わって作ろうかなと思っておりますので、またね、ビプラもね、ちょこちょこ、気分転換に作っていきたいと思います。はい。ごめんなさい、あんまり詳しくないんでね、何のレビューだっていう感じなんですけども、趣味でね、作ってみました。ガンプラの合間に気分転換にね、ビプラを作るのも良いのではないでしょうか。それではレビューは以上にさせていただきます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。